タッツェルブルム、タッツェルブルム、または、シュトレンブルム、アルプス山脈に住むとされる未確認生物あるいは、伝説上の生き物。猫のような頭をした蛇の姿をしている言い伝えがあるが、目撃眼では、主に扁平系のトカゲ、あるいは、前足付きの蛇の姿と報告される。また、有毒化、毒毛を吐くという伝承がある。イタチ科の哺乳類の誤認という仮説も立てられている。 イタリアアルプスなど、ヨーロッパ山岳地帯の各地に伝承がある。従来は、バイエルンで、タッツェルブルム、スイスで、シュトレンブルム、オーストリアで、ベルクシュトツと呼ばれる。これに対応する伝説上の生き物は、フランス語で、アラッサスとして知られる。17世紀スイスで目撃されたという通称、ショイヒツァーの竜の中には、病棟の爬虫類型も含まれるが、これらが、 タッツェルブルムの仲間入りされることもある。タッツェルブルムは足のある虫、ウジ虫や爬虫類も含むを意味すると言われる。この故障はスイスでは使用されず、スイスの周辺ではシュトレンブルムあるいはシュトレブルムと呼ばれてきた。これはドイツ語でトンネルの虫、穴の虫等の意であり、あるいは近隣の方言で短く太い足を持ったヘビ類とも解釈できる。 タッツェルブルムは従来ドイツのバイエルン地方での故障で、その変形としてダーツルブルム、プラーツェルブルムが認められる。ただ20世紀にもなると、オーストリアでもタッツェルブルムという故障は一般化した。オーストリアではベルクシュトツといい山の切り株状のものを意味する異装が従来よりの名であり、分布としてはオーストリアのシュタイエルマルク州やチロル地方、 ザルツブルクやザルツカンマーグート地方、さらにドイツのバイエルンの一部、ベルヒテスガーデン市で使われていたと、古い研究論文には記述されている。また単に、シュトッツンという名称が、トラウン川や渓谷では使われていた。猫の頭をしたトカゲのようだと言われる伝説の、怪物は、フランスアルプスでは、アラッサスと呼ばれる。タッツェルブルムは、古くから、 現地の伝説に登場している。その存在が確立していない、爬虫類らしい生物のスイスでの目撃情報は、すでに17、18世紀に収集され、ラテン語で、竜だと記述されて発表されているが、これらには、猫顔の爬虫類系および、純爬虫類系が含まれる。それらは、ショイヒツァーの竜などと呼ばれることがあり、時には、シュトレルンブルム、タッツェルブルムの例として扱われていい。 1934年に、スイスの写真家バルキンボーが撮影したとする、タッゼルブルムの写真があり、に掲載された。しかし生きた個体と接触したと証言されたにしては、作り物にしか見えないとの指摘があり、信憑性はない。その目撃談や伝承は、スイス、バイエルン、オーストリア領アルプス等、広域的に知られている。 タッツェルブルムはずんぐりとした蛇かトカゲのような姿で、カギ爪のついた足が2本か4本、または6本生えていると言われる。体長は目撃例によって様々だが、約30センチメートルから約2メートルまで報告される。胴体が太く短くもあり、日本の伝説における土の子のような存在ともされる。特にスイスなどでは猫のような顔を持つとも伝わる。 ショイヒツァーの竜の一例、病棟の蛇は全長7フィートあったとされた。また、シュトレンブルムは白黒2種類あり、白色種は王冠がついているというスイスチューブ、ベルン州の伝承もある。猛毒を帯びているとも言われる。オーストリアやバイエルンのタッツェルブルムは毒性の域を吐くとされていたが、後年になると致死量に至る毒性だと誇張されるようになった。 スイスのシュトレンブルムも毒性があると言われ、全種が2本ある、ショイヒツァーの竜に息を浴び、頭痛とめまいが生じたとする遭遇例がある。タッツェルブルムは、カナキリオン、口笛のような音、または、シャーという蛇の音を発するという伝承がある。はその論文、アルプスのドラゴン誌で、ショイヒツァーの竜について考察しているが、 自然科学者であったダラトーレは猫のような頭についての説明はせずに全て蛇がトカゲの類の誤認として説明できるとした。しかしこれらの未確認爬虫類はすでに絶滅してしまっているとダラトーレは推察しており民間伝承もその幻影のみしか伝わらないとした。逆に爬虫類ではなく哺乳類、特にイタチカの動物の誤認との仮説も立てられている。 作家のヨハン・ルドルフ・イース・ワシュ・トレンブルムの存在には、懐疑的で、もしあるとすればそれは、鉱山では、馴染みの薄いや、イタチ、天類、カワウソ類の見間違いではないかと提唱した。スイスでは、早い時期、17世紀に、竜だと称する目撃談が記録されている。その中には、猫のような頭と爬虫類のような胴体を持った。 生物や、夕足の蛇のような生物があり、これらをタッツェルブルムの例として扱う文献も見られる。博物学者は、スイス産地で目撃されたという理由についての複数の記録をまとめ1680年に、これをラテン語で出版した。その後、ヨハン・ヤーコブ・ショイヒツァーがこれら11例に、同版画を添えて123年に再版した。こうした目撃例は後に、 ショイヒツァーの竜とも呼ばれるようになった。具体例には、病棟の竜も、全体的に爬虫類的な例も混在する。ショイヒツァーの竜の第一例は、病棟のヘビとも近年の未確認生物研究者に命名されているが、文字通りヘビの胴体に猫の頭がついたような生物として説明、図解されている、さず。目撃者によれば、長さは7フィートほどあり、 胴体は黒から灰色にかけた色をしていたという。近隣の住民は、それまで家畜の牛の父が得体の知れないものに座れる被害に遭っていたが、この怪物が退治された後に被害が収束したとしている。別の例では、病棟で子息の竜が出現したとされているジョーズ。特徴としては、イノシシのようなが背中にわたって吐いていたという。他の目撃例では、 竜は、特に猫のような頭をしておらず、爬虫類の外見をしていた。例えば第二例は、四足のトカゲニに、頭部には、警官のようなものがついていたと解説されている。で、目撃されたという竜は、巨大な頭を持ち、前肢のみ二本ついており、その一を吹きかけられた遭遇者は、めまいと頭痛を発して退散した。十九世紀初頭。 ベルン出身の二人の著述が、スイスアルプスの民族学に大きく貢献したが、その中には、シュトレンブルムについての見聞も含まれていた。この二人とは、昆虫学、軟体動物学者と、作家のヨハン・ルドルフ・イースである。シュトレンブルムが、猫のような頭をしたものだという民間伝承は、両者の記述に見つかる。ただ、シュトゥダーが発表した、目撃例や、 ウィースが採集した小話には猫にの描写は含まれていない。シュトダーは、シュトレンブルムについて、最も価値の高い資料だとの意見がある。シュトダーによれば、シュトレンブルムの名は、短い足を意味する、シュトレンに由来する。また、高湿度の暑い時や、天気が変わりやすい時に出現する習性があるという、現象を伝える。民間では有毒で危険だと信じられ、外見は、 猫のような頭と鍵爪を持った足を持った短くてずんぐりした蛇のようだとされていた。シュトダーは当時の目撃情報も収集している。1811年に目撃されたとされるシュトレンブルムは二股に分かれた舌を持ち、蛇のようだが頭部が幅広く短い足が2本だった。ハインリッヒという教師がベルン州の渓谷で見たという。 全長は1、1.8メートルあり、男性の太ももほどの太さだったという。これより数年前には、ベルン州軍のアルメントリ在住のハンスケールリマル、人物が、一匹の毛深いシュトレンブルムを殺し、体内にはその妖精が10体入っていたという。シュトダーは、金貨34枚の検証金をかけて、昇進証明のシュトレンブルムの標本を求めており、 これはいかにその実在を信じていたかを伺わせるものだとも言われている。ヨハン・ルドルフ・ウィースは、竜は想像上の生き物で、シュトレンブルムは存在の疑わしい生物であると述べた。ウィースは、シュトレンブルムが病棟と短い足を持つ、蛇のような外見という一般的な特徴に加え、時には毛が密に生えているとされており、2本や4本だけでなく、 幼虫のように多数の足を持つとも言われると記述した。ウィースがベルン州国の一人の牧道から採集した伝承によれば、シュトレンブルムは2種類あり、白色種は小さな王冠を被っているが、より一般的な黒色種は。ウィースはによれば、シュトレンブルムや竜の伝承資料としては、シュトゥダーに比べ重要性の低いものに位置づけられているが、 いくつかの民間伝承を伝えている。スイスの山岳地帯では、放牧された芽シが蛇に乳を吸われる被害を防ぐには、白いオンドリを連れて行けよいとという迷信があるが、その蛇というのは、シュトレンブルムのことだと、ウィースは考察してる。国立科学博物館で2001年12月4日から2002年2月17日にかけて実施された特別企画展、化石の美と、 科学では、ウンブリア地方で発見された、無脊椎動物の生根化石を、ジュラキノタッツェルブル、ジュラシックタッツェルブルムと名付けて展示した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。